こんにちは、ねるチャンネルです。今日はモンストのガチャを引いていきたいと思います。今日はですね、何のガチャを引くかというと、映画公開記念ガチャですね。ちょっと見てみましょう。違った。これ、映画公開記念ガチャで、オラ玉で引けるガチャをね、今までって言ってもそんな毎日行ってたわけじゃないんですけど、最初の3日ぐらい行って26個溜まってるので、それを引いていきたいと思います。そう、あとね、なんかのコメントに、なんで無課金って嘘つくのっていう方がいて、多分でもそのコメントはもう消されちゃってるんですけど、どうやったら分かってもらえるかなと思って、これ見てもらったら分かってもらえるかな。私ね、この無料配布分しかないんですよ。購入分は一切なくて、今までもね、ずっと毎回見せてもいいぐらい本当に課金したことがないので、で、ガチャしてるのは基本あれですね、動画で上げてるのしか、動画を撮り始めてからはないので、本当に無課金でやっています。ただ、仲いいお友達とかがね、すごい上手な子とかがいるので、その子が結構スタミナ負担してくれて、クエスト連れてってくれたり、すごいいいキャラ持ってたりするので、その子に手伝ってもらってクリアしてるのもすごくたくさんあるということだけ理解してもらえればなと思います。はい、というわけで、映画公開記念ガチャ引いていきたいと思います。まあ狙いはこの、なんだろうな、映画で出てきてるこの限定のね、イラストのキャラたちがね、当たってくれるのが一番いいかなと思うんですけど、私はね、坂本龍馬とリボンちゃん欲しいなってすごい思ってます。で、あとなんだっけ、エポカちゃんが当たると思うんですけど、よくエポカちゃんもね、できればラック90まで持っていけたらすごくいいなと思ってます。じゃあもう早速引いていきます。オラ玉でガチャル、ふう、いきます。お願いします。ストライクシャット、何かな。あ、銀、なんだと、いきなり銀か。あんまり良くないのかな。続いて、2回目。お願いします。せめて金出て。お、金。お、エポカちゃん。エポカちゃん1体目。ガチャル。いけ!お、金ですね。来い!あー、なんだっけ、バルドル?バルドル。いいキャラ出ないですね。お願いします!いけー!お、金!来い!あ、エポカちゃん。ポカちゃん、次。お願いします。何かな?あー、エポカちゃん。エポカちゃん、やっぱよく出ますね。いけー!なんだろう。あ、青い鳥だっけ?青い鳥。もう20回、ラストね。いけ!お、金。お願いします!あ、見たことある。ロキキュン!やったー!ロキくん当たったー!ちょっとね、初期イラストが私わかんなかったんですけど、
ちょっと待ってね。これか。そう、みんなこのね、重心化のロキ君にしてるじゃないですか。ちょっと嬉しすぎる、覇者の塔、これでちょっと、クリアしやすくなったかな。やばい。いや、ロキ君は嬉しい。やばい！嬉しすぎる！どうしよう。まあ、残りね、10曲あるから、弾いていきます。いけー！あー、エポカちゃん。次！いけー！金率はいいのでね、いいですね。あー、なんだっけ、好きだよ、このイラスト。ボルタ。いきます。いけ！なんかやっぱ、なかなか声って聞こえないですね。あの、ストライクショットってやつ。あー、なんだっけ？そう、サファイア。いけ！来い！あー、エポカちゃん。次行きます。どんどん行きますよ。やっぱね、無料のオラ玉だと、あんまりこうね、緊張しないで弾けるからいいね。エポカちゃん。次、いけ、エポカちゃん。ガチャル、来い。あー、見たことあるね。ちょっと願いを込めて当たるようにお願いします。いけ、来い。ピノキオですね。お願いします。いけー。あー、なんだっけ、なんて読むんだろうね、バイケル。お願いします。いけー、お願いします。エポカちゃん。あー、もう、あと9個だ。1体ぐらい欲しいね。あの、映画限定のね、イラストキャラ。お願いします。あー、このキャラ持ってない。多分。かわいいね、これ。ちょっとね、私、カエルのイラストとかね、グッズ結構好きなんですよ。あんま持ってないけどね。ちょっとかわいいね、これ。やばい。残り8個、いきます！いっけー！あー、ホルス？ホルスですね。ラスト7個。ちょっとさ、確定演出みたいな。お願いします。あー、モーツァルト、ショパン、残念。
お願いします。あー残念、ラスト5個です。引いていきたいと思います。お願いします。ストライクショット。あー出ないね、なかなか出ないね。ラスト4個お願いします。いっけい。来ない。ラスト3個いけい。あーエポカちゃん、そうエポカちゃんそんな出てないね、よく考えたら。あいっぱいになっちゃった。はい、ラスト2個、2個を聞いていきたいと思います。お願いします。いけい。エポコちゃん、さあラストです。ラストね、ちょっとお願いしよう、当たってください。えっとね坂本龍馬がいいな、一番は坂本龍馬が欲しいな。お願いします。どうか何か、いやそういえばオラゴンオルタナティブドラゴン欲しい。お願いします。いけー、ストライクシュート。お願い赤ちゃんかー。はい、というわけで今回当たったキャラはニューって書いてるやつ全部ですね。うん、もうね、なんといってもロキキューン、ロキキューンが当たったのはいいですね。やばいねロキキューンは、いや嬉しすぎます。でエポコちゃんはラック55になりました。足りないね、だいぶ。だいぶ足りないね。ちょっと、ラック90、難しいかな。ちょっと足りないぐらいだったら、ちょっと10連やろうかなって思ってたんですけど、結構足りないよね。どうしよう。うん。まあ、なんだろう、映画のね、イラスト、限定イラストのキャラも当たらなかったんですけど、まあ個人的にはね、ロキキュンずっと欲しいなって思ってたんで、なんか満足です。しかもねこれ無料で弾けてるのでね、全然満足ですよ。次の多分妄想のガチャはね、年末年始とかあの時に結構すごいのが毎年やってるみたいなのって、そこで弾いていけたらなと思ってます。今ね536個応募あるんですけど、まだ受け取ってない分もね結構あるので、それも足したら何個になるかな。覇者もねクリアできるかなと思うので、多分600個年末までに集めたいと思います。また次のガチャ動画も楽しみにしていてください。以上ねるチャンネルでした。またねー。